こんにちは、Bレジェンド田中です。こんにちは、Bレジェンドのダンです。今日はBレジェンドダン君とジャンピングスクワット対決をしたいと思います。動画の概要欄には公式 LINE やお得なセール情報も掲載されておりますので一度ご確認ください。それではダン君、今日はねジャンピングスクワット対決自信ないですねこれね、これあの僕が中学高校の、まあ、大学生の時もかな、ウェイトトレーニングをやり出す前に足のトレーニングとしてあのメインでやってたトレーニングなんですけど、ジャンピングスクワット、まあ、同時にジャンピングスクワットをやって、まあ、どっちが長くできるかっていうね、これはあの足の筋力だけじゃなくて心肺機能とかね、精神力が試される。変な緊張感ありますね絶対きついから、ね、あの学生の長距離を思い出します。長距離走の前の気持ちとめちゃくちゃ一緒です、うん、これあの僕あの高校生の頃体がまだね60キロぐらいしかちっちゃくてなかったんですけど、まあ、その時週3回ぐらい50回3セットぐらい、50回3セットやってました。で今絶対無理ですよでなんかねスクワット、バーベルスクワット100キロぐらいだったらジャンピングスクワットしかやってなかったけどいきなりできた。多分そのジャンピングスクワットってやっぱり爆発的な筋力使うからすごいこうあの足の筋力とかが発達する。なるほど、うん、ので、まあ、結構いいのかなと、まあ、やり方としては前で手を組ん でジャンプして着地するときはお尻突き出して足の裏全体で着地してこんな感じでいきます、はい、でだこれね僕結構股関節痛めやすいんですけど、あの重い重量担いだバーベルスクワットだと結構そのボトムであの一番きつい時に股関節で受けるんですけど、まあ、これねあの強度高い割にボトムは自体重だけなんで、はい、だそんなに股関節痛くないし、あと飛び上がる時って最後の飛び上がる時にジャンプしないとダメなんで、この浅い可動域の時に出力をめっちゃ上げるんで、普通の重りを持ったスクワットと最後負荷ってそんなかかんないじゃないですか、はい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 、重りを持ったスクワットってでも飛ぶんで浅い可動域でもかかるんで結構もう前に強烈に疲労感がきて、多分最後乳酸溜まって飛べなくなるっていう種目ですね。いや、これ何回できるかが読めないですね僕ちなみに自主トレで最後の仕上げにちょっとやったりする時もあるんですけど、30ぐらいいけばまあよくやったなっていう今は。30か、さっきちょっと試しで数回やりましたけど僕20いけるかどうかも怪しかったですまああのどっちが根性あるかのしゃ対決なんで、はい、でまあそんな急がないタイミングで飛ぶんでタイミング合わせてくれたらいいかなと、はい、目標30超えたらまあよくできた方が頑張ろう。スタートはこっから1、うん、OK です。でもう浮いてなかったらなし、もうノーカウントでアウトね。しゃがみ浅くてもアウトね。わかりましたよし、あやばい、嫌な緊張感あるこれ。よーせーの、1、2、あもうやばい、4、5、6、7、8、9、10、11、死んだ、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、やばい、4、5、6、7、8、9、30、1、2、やばい、あ、これあの太ももの前すごくない特に上の部分、この股関節から上半分
僕は空手時代にやってたんですけど、これやってる時なんか爆発的に蹴りが走ったというか、で心肺機能も筋持久力も結構鍛えられたと思うんで、まあ、器具がないとこで足の筋トレがっつりやろうと思ったらこういうやり方もあって、で僕は股関節痛めたりしてるんで、重いスクワットで怪我しないために追い込みすぎないようにして、でも負荷足したいなっていう時は仕上げにこういうのを 1,2 セット足してやったりしてますんで、ぜひね、一人でやるとねちょっときついんで、多分30回でやめると思うんですけど、気持ちが持たないですね。競ってへんかったら僕多分30もいかへんぐらいでやめてますもん。トレーニングパートナーがいる時はねいい追い込みになるんで、ぜひ皆さん一度お試しください。ちょっと今日は負けちゃいました。若さと体重で勝ちました。ちょっと予想外でしたね。実はちょっと勝つ前提でこのチョイスをしたんですけど、やっぱりなんか懸垂の時もそうですけど、なんか力弱いキャラは嘘疑惑結構強いぞっていうね、怪しいちょっとキャラ作りしてるなって疑惑が芽生えました。はい、じゃあ今日はジャンピングスクワット対決でした。はい、参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ビレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。新商品の情報やお得なセール情報も掲載されておりますので、ぜひご確認ください。今日は負けました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた。